桑田流星の心が折れそうということですね。本当に心が折れそうです。先日の書類送検の報道を受けてですね、子ども食堂結び絵様に僕たちのチャンネル収益を全額寄付するという件があったんですが、結び絵様サイドから今回の件は見送らせてくださいと、寄付を受け取れないというご連絡をいただきました。まあ、一旦ですね、ちょっと僕今放心状態なんで、また探します。というか、皆さん、もう今頭の中で何も考えられないので、いい社会貢献の道がもしあるのであれば、何らかの方法や手段をですね、ご教授いただければと思います。まあ、というわけで、そうですね。まあ、してしまったことの影響力を考えると、致し方ないかなというか、まあ、かなりですね、結び様サイドもですね、丁重に僕にお断りの連絡をくださったので、すごくいろいろ悩んでいただけたのかなって思ってるんで、もうその件に関しては本当に申し訳ないなと思います。まあちょっと仕切り直しということで。